患者乗せた救急車誘導の隊員に邪魔だ、えー、男が帽子に投げつける病院到着30分遅れということで神奈川県、えー、戸塚署は,は11日横浜市戸塚区戸塚町自称会社員の男44歳を公務執行妨害,妨害容疑で現行犯逮捕しましたと発表では11日の夕方自宅近くの路上で患者を乗せた救急車を誘導していた 男性救急隊員40歳に邪魔だと帽子を投げつけ搬送活動を妨害した疑いだと隊員の通報で駆けつけた戸塚署員が男を取り押さえたと救急車が事件の影響で動かせなくなり患者を別の車両に乗せかいたため病院到着が30分ほど遅くなってしまったということですね、まあ、幸いなことに患者の命に別状はなかったというんですけれども 調べに対し、男は覚えてないと供述し,供述してるといるということなんですけどもねこれはね,本当ね異常な事件ですよね、うん、患者の命に、ね、別状はないというところで、まあ、とりあえずはねこれ良かったんですけども、も病状によってはその殺人未遂だとかに問われる可能性を検討してもいいんじゃないかということで、まあ、本当に、ね、人の、ね、命に関わることとか このね行為はね本当許し許し難いですよね、うん、30分もね遅れというのになれば、えー、公務の、えー、妨害のね仕方も、ね、威圧的だったんじゃないでしょうかね、かなりね30分もね、ね、うん、この記事だと帽子を投げつけて車が動かせなくなったっていう事情ということなんですけども、もかなりこれ威圧的に、えーまあ、30分間、ね、遅らせたということなんですけども。 ただ、帽子投げつけて車が動かせなくなったってどういう事情なんですか、どんな帽子なんですかね、鉄の帽子とかそんな爆弾の入ってる帽子とか、そんな感じなんですかね、気になりますよね、普通の帽子なんですかね、よく30分もこれやったなということで、何にせよ、ねこれね、本当にねこれ異常ですよね、この人はね、患者のね死亡していたらまあ殺人罪とかでもね適用できそうですし。 まあ今でもね十分にこれね殺人未遂もねいいところですよ、本当にね本当これはね許せないですしもう実刑でいいんじゃないのかなというのとえ名前だとかね顔もさらしてねこの記事に載ってないので、さらしてその反省してもらうニュースだと思いますけどもねということでえ本日のニュース、ためになったって方はチャンネル登録、高評価お願いいたします。ででではは次のニュースでお会いしましまょううそれではさよなら